こんにちは、ザリンコと吉田かりです。さあ今日はですね、最近よく聞かれる私のくっきり二重メイクを紹介していきたいと思います。実はこんなことしてましたっていうのがわかると思うので、皆さんぜひ最後まで見てください。それでは今日も行きましょう。あかりの実力動画スタートです。では早速やっていきたいと思うんですけど、本当にこのメイクおすすめで、これマジの話なんですけど、最近あのツイッターとかのコメント欄とかでも、あかりなんか二重幅変えたとか、あれなんか目パッチリしたくないとか、あとね、まあ、メンバーとかにも、なんかあかりさん今日目なんかしましたみたいなこと言われたりとかするくらい、なんか結構変わるみたいで、自分ではなんかそんな変化あるかなと思いながら、まあ、こっちの方が若干パッチリするかなぐらいでやってたんですけど、周りからの反響がいいので、今日は皆さんにしっかり伝授したいと思います。では早速やっていきましょう。じゃあまず今これ目元だけすっぴんなのでご覧ください。はい、アイメイク何もしてないとこんな感じですね。覚えといてね。はい、では早速やっていきます。まず使うのがこちらですね、キャンメイクのラスティングマルチアイベースの01番ですね。まあ、これはいつも使ってるアイシャドウの持ちとか発色を良くするための下地ですね。そしたら資生堂のビューラーでまつげ上げていきます。この辺はいつも通りですね。そしたら次にアイシャドウですね。アイシャドウはこちらリンメルのデュアルアイカラーのクリーム&パウダーの005番、こっちの色を塗っていきます。アイシャドウ別に何でもいいんですけど、ちょっと薄めのブラウンぐらいがちょうどいいかなと思います。まず指にとって手の甲で色調節してアイホール全体にのせていきます。なんかポイントは目のカーブに沿って丸く入れる感じで、アイホール全体に塗れたら二重幅にのせていきます。はい、比べてみるとこんな感じです。はい、こんな感じですね。これぐらい結構しっかりブラウンのものを使った方が彫りの深い目に見えておすすめです。で、ここで今回のメイクで一番必要になってくるコスメなんですけど、こちらですね、ケイトのダブルラインフェイカーの LB1 番、一番めちゃくちゃ薄いブラウンのアイラインになってます。これは二重幅に塗るアイラインなんですけど、色味はねこのくらい薄いブラウンになってます。このラインを自分の二重ラインの上に細く引いていきます。こんな感じに半目にして、この辺からこんな感じに引きます。わかる？くっきりしたので、こんな感じで真ん中の方もつなげていきます。だいぶくっきりしたのわかりますか？もう本当にこのペンの先っちょの部分だけ使って細く引くのがポイントですね。こんだけ細く引いてもこう目つぶっちゃうと意外と目立つので、これぐらい細く引いていきます。こっちもやっていきましょう。はい、こんな感じですね。くっきりしたのわかるかな？でもちょっとやっぱりこう目をつぶると目立っちゃうんですよね。でこれが引けたら、ちょっとねこの二重のねラインを目立たなくするために、このまたさっきのアイシャドウに戻ってやっていきます。ちょっとね、なんかこの二重幅に塗るだけでちょっとだけ目立ちにくくなりますよね。そしたら続いて、まずはこちらのラブライナーのペンシルを使ってインラインでしっかりまつげとまつげの間を埋めていきます。こんな感じの色味ですね。はい、こっちだけ今引きました。はい、こんな感じでインライン引けました。インラインもね、やっぱしっかり引いた方が目はパッチリしますね。でも私はね、黒とかで引いちゃうと逆にこう目がきつく見えちゃうので、茶色で結構抜け感として引いてます。で、あと目尻の方だけ延長ライン引いていきます。使うラインがこちらですね、ラブライナーのダークブラウンです。これを目尻にだけ引いていきます。うん、こんな感じ。目尻とか目開けて引いた方が形がわかりやすいですね。そう、なんかアイラインはもともと結構黒目の上とかは結構太く引きがちだったんですけど、私はでもそれすると二重幅がこう狭く見えてパッチリ目じゃなくなるなって思ったので、最近はこんな感じでインラインと目尻のラインだけにしています。はい、っていうような感じで二重パッチリメイクここまでなので、残りのアイメイク仕上げたいと思います。はい、これで二重パッチリメイク完成です。はい、というような感じで今見てもらったのが最近の私の二重メイク事情でした。一番大きなポイントっていうのはやっぱりこちらのケイトのダブルラインフェイカーですね。めちゃくちゃ薄い色のラインで二重のラインを描くっていうね、これが一番くっきり見えるポイントだと思うので、皆さんもぜひこちらチェックしてみてください。これやるだけでも全然違うと思うから。あとはね、アイラインの引き方ですね。なんかやっぱりね、目をくっきり見せたいからと言ってこのね上にしっかりラインとか引いちゃうと余計二重幅が狭く見えてちっちゃい目に見えたりするので、最近はインラインにこう
構目尻のラインだけ引いてやってます。本当に、ね、難しいことは全然やってなくて、こんくらい簡単なことしかやってないんですけど、特に私とかもそうなんですけど、二重が緩い子、結構しっかりパッチリ二重っていうか、ちょっと目の力抜くと二重がこうぼやっと見えてしまう子とか、あとアイプチとか目細工やってる子とかも、二重ラインのとこだけこういう薄いの引くだけでかなりパッチリしてくると思うので、皆さんもぜひやってみてください。はい、というような感じで今日はですね、私の最近のくっきり二重メイクを紹介しました。で、あと最近涙袋もどうしてるのっていう風に聞かれるので、涙袋メイクもまた出していきたいと思うので、そちらも楽しみにしててください。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。この動画がためになったって方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。